高架京パリメトロ2号線はパリ交通公団が運営するフランスパリのメトロ路線の一つ。パリ市西部のポルト・ドーフィヌ駅と東部のナシオン駅を結ぶ。ほぼフェルミエージェネローの城壁跡に沿ってパリの北半分を回る半環状路線である。1860年までフェルミエージェネローの城壁がパリの外側を隠していた。 二号線は概ねこの壁北半分の跡に沿って走る。二号線は1900年に開業し、1903年に現在の全線が開通した。なお、開業時点では二号線は現六号線の一部を含む名称であり、現二号線部分は二号北線と呼ばれていた。二号南線の方が先に開業していたため、二号線はパリで三番目に古いメトロ路線と言える。 ただし全線開通は南線より早くまた先に開通した1号線は後に郊外へ延伸されたため現在の全線が開通したのは2号線が最も古い2号線の大部分は地下を走っているがバルベスロシュシュアル駅西方からコロネル・ファビアン駅北方までの 2km は道路の中央部に設けられた高架線となっている2号線はこの区間で パリ北駅とパリ東駅からのフランス国鉄線、さらにサンマルタン運河と交差するが、建設当時の技術ではこれらの下を潜るトンネルを掘るのは難しかったためである。なおサンラザール駅からの国鉄線と交差する部分では、この部分の国鉄線が掘り割り状になっていることを利用し、2号線は道路の地下だが国鉄線よりは上を通っている。 パリメトロ2号線の路線図1898年のメトロ整備計画では、2号線はフェルミエージェネローの城壁跡に沿ってパリを一周する環状路線とされていた。またポルト・ドーフィヌ駅エトワール駅間は1号線の一部とされていた。その後1号線がポルト・マイヨー駅方面に変更されたことに伴い、ポルト・ドーフィヌエトワール間を2号線に編入し、 環状運転は行わずに北線と南線に分けられることになった。建設は西側から進められ、1903年に2号北線の全線が開通した。1903年8月10日には電気回路の段落が原因で列車火災が発生し、84人が死亡する惨事となった。詳細はパリメトロ火災を参照。 1907年10月14日に正式に南線と分離され2号線となった。1979年以降は MF67 が使われている。5両編成で1、3、5両目が電動車である。全長は約90メートル。各車両ごとに片側4つのドアがある。非常時を除き車両間の往来はできない。2007年から 新型の MF2000 が試験的に運行されている。将来は完全に MF67 を置き換える予定である。車両基地は、ナシオニ駅から東へ進んだ、プティトサンチュールソいのシャロンヌにある。元は1号線と共用の車両基地だったが、1934年に1号線が、シャトウドバンセンヌまで延伸されて、フォンテネーに車両基地を移したため、 2号線専用になった。大規模な検査や回収作業は7号線の詳シ,シー車両基地で行われる。門章駅入口バルベスロシュシュアール駅、地上部分なしおに駅ホーム。ありがとうございます。